て、ウーコンのパワースパイクは、まあレベル6からだね。6が、やっぱりその明確なパワースパイクとしてある。ウルトがあるとですね、まあ、Q を3回、まあ、多いと4回ぐらい、1回のオールインで使えるので、めちゃくちゃダメージが出るんですけど、まあ、序盤はね、まあ、Q なんて1回、まあ、2回打ったらいい方なので、まあ、ウルトが手に入るまでは、まあ、ちょっとキルするのは難しいかなっていう感じだね。で、ビルドもね、本当に多岐にわたってて、まあ、基本ね、初手クローの、まあ、またはトリフォー。そっからすぐ好みが出るところで、まあ、デスタンスを積んだり、相手がタンクだったら、ルインドキングブレードを積んでみたり、まあ、E のエース上昇だとか、で、あとダミーのオータだけにも乗るんでね。まあ、他にも、まあ、Q でオータキャンセルもできるし、というところで、ルインドキングブレードも、すごい相性いいね。で、今回ナサスなんですけど、どうしようかなって感じ。で、オート E、オートアタック。まあ、こういうのでハラスをしていきます。まあ、相手が序盤弱いやつだったらね。で、ナスは序盤超弱いので、ミニオンが多少多かったとしても、どんどん殴り合ってきます。OK。今までラッキーだね。多分僕がイグナイト持ってるのを、見てなかったと思うので、今のナサス。ラッキーラッキー。で、2レベルは W を取って、いきます。今のは Q でもよかったかな。ナザスも完全に戦う気ないようなので、W でもよかったかもしれません。で、もう一個ウーコンのコツとしては、Q を絶対オータキャンセルで出すことですね。オータタックを必ず挟むこと。Q を打つ前に。特にクールダウン、積む？クールダウンが、クールダウンが手に入る中盤以降はですね、Q の使用回数がだいぶ多くなってくるので、より意識する必要があるね。で、またまたウーコンのパワースパイクの話になりますけど、まあ、レベル9以降ですね。まあ、Q の、急上げしていくんですけど、基本的に。まあ、Q のレベルがマックスになるレベル9以降。または、まあ、バンコは、揃った段階でのクールダウン。クールダウンが 20%、30%。積めば積むほどどんどん強くなっていきます。で、いいオートアタック Q ですね。基本的に。まあ、W はね、まあ、今回ちょっとギャング来そうなんで、まだ使ってないですけど、ダメージ効果でもどんどん使っちゃって OK です。分身が殴ってくれて、ダメージが出るんでね。OK。Q を先に打った方がいいです。OK。まあ、こういう感じに Q を2回使えることになるので。で、こういうね、こういう時に急に立ち回ると、これ引くんだよね。もう W 使ってこっちに近づいてきてると思うので。で、たまにこうやって本当に使うといいね。で、連回あるとき W 使っちゃってもいいんですけど、まあ、マナ結構使っちゃうんでね。そこは注意です。ほんの少し早くレーンに戻れます。で、ウルトを使ってからまたその分身の使い方、難しいんだけど、まあ、W を先に使う E、オート、Q、W、ウルトって使うと、Q のクールダウンがすぐ上がるから、まあ、継続的な戦闘で強いんだよね。一回やってみますか。で、Q のクールダウン上がったら、ウルト再使用して、で、Q のクールダウンが上がったら、ウルト解除して殴る。だから、ウルトの使い道は、ノックアップってもあるんだけど、この Q のクールダウンが上がってるかどうかを確認することですね。まあ、ウルトは、まあ、Q のクールダウン解消のためにあると言ってもいいぐらいですね。まあ、そういう認識でやってください。ただ、今回、クローノから、まあ、基本的にクールダウンね、40% 積みたいんですけど、まあ、スキルファイターなんでね、積みたいんですが、今回、対面がナサスですし、まあ、オーンね、オーンもタンクなので、今回は王剣このまま行こうかなと、ルインドキングブレード、このまま行こうかなと思います。W の使うタイミングによって、役割というか、まあ、効果が違ってくる、ウルト。敵を追いかけるために使うのもありだし、まあ、単純なダメージアップのために使ってもいいし、といったところだね。変わってると思いますけど。さて、もう一回やってみますか。フィズも来てくれるらしいので、E、オートアタック、Q、W 使ってウルトを使います。で、Q がアップしたら、もう一回、Q 使って、で、ウルト使って、オート、Q。で、E でまた近づいていって、
そのキル欲しいな。あー、まあいいや。まあまあいい。このチャンピオンね、結構、まあ、クールダウン積んでくると、なおね、わかると思うんですが、マナがですね、結構すぐなくなっちゃうんだよね。だから、マナ管理にも少し気をつけなきゃいけないかなとは、思います。エズが一人でタワー支持してくるとか、そういう感じならいけるけど、やってみま、行ってみますか。フラッシュ使います。OK。終わった。うわ、長えレンジ。ね、Q のレンジね、マックスになってるとめちゃくちゃ長いので。で、地味にね、Q って発生保証ついてて、Q 使った段階で、敵がレンジ内にいると、あのフラッシュ使っても殴れるんだよね、相手が。まあ、今のは W を、それこそブリンクに使うっていうやり方ですね。マジ？本当に言ってる？本当に言ってるこれ？オッケー。危ない危ない。フィズなんとか間に合ってよかったですね。ウルトレなんとか時間稼ぎできてよかった。今のはまあ W 使って Q のクールダウンが曲がるまでちょっと待ちました。ちょっとだけ。まあつってもね、以前と比べてインビジブルの時間短くなってるので、そういう立ち回りもしづらくなってるんだけど、まあ W 使ってすぐ殴るんじゃなくて、まあ、このクールダウンが上がるクールダウンまでの時間稼ぎっていう使い方もできるので、一応覚えておいた方がいいですね。だからスケールで言うと何とも言えないかな。これと多分ウルトライと思うので、もうオールインしたんだけど、 OK 塗る来てほしいな。多分これオンもいるんですよ。まあいいや。うお、危な。マルモティウス効いたな。マルモティウス持ってれば痛い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 。長すぎないか持続時間が。王権のパワー感じてけお前。王権のパワー感じろ。王権のパワー感じろ。お、勝った。あ、勝ってない、勝ってない。お、あ、いいスキルどっちだ、今、皆さん、見ました、見ました。見ました、皆さん。今の繊細なマウス操作。これよ。これが大事なわけ。まあ、なんか、エズリアが外したように見えなくもなかったけど。あれ？フィズどこ行った？あれ、フィズどこ行ったのこれ。倒るかと思ってたんだけど。これ、いいをかわします。うまい今の。いいキャンセルした綺麗に。ビクターぐらいしか僕にプレッシャー与えれない。行くぞフィズ、俺やる気あるかな。はい。なんでこんなやつビビんないの。でも知らないんじゃない本当に。ちょ悪いんだけど本当に多分ね知らないんだと思う、あのウーコンのスキルを。いや申し訳ないけどね、バカにしてるわけじゃなくて多分本当に知らないんだわ。全然ビビんないんだもん。いつの間にかね。ジージーで、倒るときダブル使うと早いですと。まあ、サレント入るんじゃないかな。はい。ということでね、今日のウーコンの解説でしたけれども、まあ、なんていうのかな。まあ、非常にね、操作が忙しくはあるんですけど、まあ、オーターキャンセルとかね、ウルトのキャンセルするタイミングとか、忙しいチャンピオンではあるんですが、まあ、その分ね、まあ、豪快で使っていて楽しいチャンピオンだと思うので、皆さん
ぜひ使ってみてください。バイバーイ。